紹介に預かりまました社長の石井博美でございます本日はご多忙の中ご視聴賜りまして誠にありがとうございます本日は2023年度第2四半期決算及び2023年度通期業績予想を説明した後中期経営計画トピーアクティブチャレンジ2025の取り組み状況 およびトピックスを紹介させていただきます。本日のポイントでございます。2023年度第2四半期決算におきましては、増収増益でございます。営業利益は過去10年間最高益の40億円を獲得いたしました。主な要因でございますが、鉄スクラップ価格と鋼材販売価格の 値差の拡大、乗用車用ホイールの販売増、販売価格適正化の進展によるものでございます。2023年度通期業績予想につきましては、増収増益を予想してございます。営業利益は100億円、年間配当は108円と、過去最高額を見込んでおります。 それではまずは2023年度第2四半期の決算についてご説明させていただきます。2023年度第2四半期決算におきましては、乗用車用ホイールの販売が増加したこと等によりまして、売上高はプラス98億円の増収でございます。1659億円でございます。また 損益につきましては、鉄スクラップ価格と鋼材販売価格との値差拡大等によりまして、営業利益はプラス25億円の増益、40億円でございます。また、親会社、株主に帰属する四半期純利益は、プラス13億円の増益、34億円でございます。 前年同期費対比で営業利益の増減要因についてここで示してございます。全体としましては販売価格適正化の取り組みが進展したことによりまして営業利益はプラス25億円の増益でございます。まあ、内容としましては自動車産業機械部品セグメント及び発電セグメントにおきまして販売価格の適正化が 非常に進展いたしましてプラスの48億円また鉄スクラップが低水準となった一方自動車産業部品セグメントにおきまして調達コスト等が増加しまして結果、まあ、直接費に関しましてはほぼフラットとなっております。また電力コストは過方 傾向にございますけれども依然高い水準でございましてマイナスの15億円となってございますその他労務費増の間接費増がございますけれども自動車ホイール乗用車ホイールの数量増またコスト改善等に打ち消した結果となってございますここに業績遺衰を示してございます 第2四半期累計期間でございますけれども、今期につきましては40億と最高益になってございます。前回第2四半期の予想を9月に公表しておりましたが、それを対比してここで示してございます。販売価格の適正化の取り組みが進展したことによりまして、前回予想に比べ プラス12億円の増益の着地となってございます。続いて、セグメント別の業績の概要でございます。鉄鋼セグメント、自動車産業機械部品セグメントにつきましては、増収増益でございます。また、発電セグメントにおきましては、減収増益となってございます。 この後、セグメントに関し、詳細なご説明をさせていただきます。まず、鉄鋼セグメントでございます。左側の方に経営環境を示してございまして、右側の方に当社の事業状況を示してございます。まず、鋼材需要につきましては、自動車関連が回復しておりますけれども、建設需要は減少しておりまして、 結果として、そこ生産量につきましては、前年同期比でやや下回る状況になってございます。当社の事業状況でございますが、販売量は微減でございます。プロダクトミックスにつきましては、利益を重視した適正化の進展によりまして、型交比率が上昇してございます。また、 適正な販売価格の維持によりましてスプレッドは上昇してございますコスト面でございますが鉄スクラップ価格はピークを超えまして前年同期比では低い水準になってございます電力コストは下落傾向にあるものの前年同期比では 依然高い水準となってございます鉄鋼セグメントの営業利益の増減要因についてここで示してございます鉄スクラップの低水準となった関係で直接費が一番の増益要因になってございます一方でエネルギーコスト特に電力コストは高止まりしてございまして減益要因ではございますが販売価格と 直接費等の差額でプラス22億となってございまして結果として17億の増益になってございます続きまして自動車産業機械部品のセグメントの状況でございますこれも同様に左側に経営環境右側に事業の状況を示してございます 特にこの自動車産業機械部品セグメントにおきましては、自動車、建設機械の生産状況にかなり影響を受けます。え事業状況でございますが、特に好調な分野は、乗用車用のホイール、鉱山機械用のホイール、工業用ファスナーでございます。特に乗用車につきましては、生産回復が顕著でございまして、 当社のアルルミホイールも販売増でございます一方、曇りマークで示してございます、商用車用のホイール、また建設機械用の足回り部品につきましては、特に商用車につきましては、生産性欲による回復に遅れが見られること、また建設機械におきましては、グローバル需要に 減速感があるということの影響を受けてございますコスト面でございますが購入工材価格が前年同期比で上昇をしております一方アルミ地金価格については前年同期比では低い水準でございます以上営業利益の増減要因についてここで示してございますまあ、購入工材が 上がった関係上直接費についてはマイナス要因でございますが販売価格の適正が進展しておりましてこの直接費販売価格についてはほぼフラットになってございますアルミホイルの生産量が増えたことによりましてプラス5億の効果が出まして結果としてプラス4億円の増益となってございます 続いて発電セグメントでございます。特に昨年からかなり影響を与えております石炭の価格についてはピークを超え下落傾向でございます。当社の事業状況でございますが販売量については減少してございます。これは法定点検検査対応のための稼働停止が従来に比べ 行われるものが多かったものですから従来よりも長く停止していることと今夏の電力需要の低下によるものでございますまた石炭の影響ですけれども石炭価格につきましては高騰時の影響が残っている状況でございます、まあ、プラス要素といたしましては燃料費調整単価が時期増えで上昇していることに伴いまして販売電力 料金単価が上昇しておりますマイナス要素といたしましては、発電量減に伴いまして、燃料コストが高止まりしていることでございます。以上、営業利益の増減要因について、ここでまとめております。販売価格の適正化によりまして、増益はあるものの、まあ、燃料コストの高止まりによります、 直接費の増、また法定定期点検対応に伴う修繕費の増等によりまして、トータルでは5億の増益になりましたが、結果として黒字には至っておりません。続いて、地域別の売上高の状況でございます。今年度の海外比率につきましては、 と昨年同期のより低下してございますこれは国内の売上高が増加したことまた建設機械用の足回り部品の海外の売上高が減少したことによるものでございます。キャッシュフローの状況でございます。 今期は利益の確保及び棚卸し資産の圧縮に伴いましてフリーキャッシュフローについては大幅に改善しております昨年同期マイナス39億円に対しまして今期はプラス14億円と改善することができてございます以上 2023年度第2四半期の決算の状況でございます。続きまして、通期の業績予想についてご説明させていただきます。左側が環境の予想、右側が当社事業の予想でございます。まず、鉄鋼セグメントにおきましては、市場需要は横ばい、もしくはやや下振れでございます。 当社の状況でございますが、下期にかけまして、販売数量は前回予想より減少すると見てございます。一方、鉄スクラップコストは前回予想より若干下振れ、エネルギーコストについても下振れと予想してございます。自動車産業機械部品セグメントでございますが、当社の状況では、 特に曇りマークのついてございます、商用車用のホイール、建設機械用の足回り部品につきましては、販売数量は前回予想より減少で見てございます。一方で、販売価格の適正化は進捗すると見てございます。発電セグメントでございますが、販売電力量は特に紙機の減少がかなり効いてございまして、 通期ででは前回予想より減少する見込みでございま,すまあ為替につきましては、円安傾向が継続の見通しということで、下期135円から150円に見直してございます。以上、通期の前提から業績予想をしてございます。さらなる 販売価格の適正化の進展を見込みまして、営業利益はプラス5億円の増益の100億円、また年間配当につきましては20円増配の108円に修正してございます。営業利益増減の要因でございます。 かなり生産量、販売数量の減少影響、マイナスの58がございますが、特に自動車産業機械部品におきまして、販売価格の適正化が進展するということ、また、鉄、スクラップの価格の下振れ、さらにエネルギーコストでは電力コストの下振れ等ございまして、結果として営業利益はプラス5億円の 増益となってございます。セグメント別の状況でございます。鉄鋼セグメントにおきましては、販売量が減少するものの、原材料や電力等のコスト減少によりまして、減収増益でございます。自動車産業機械部品セグメントにおきましては、販売価格の 適正化等により増収増収益でございます発電セグメントにおきましては販売電力量の減少により減収減益でございます以上中期業績予想についてご説明いたしましたこれから中期経営計画トピーアクティブチャレンジ2025の 取り組み状況について紹介させていただきますえ。振り返りになりますが、我が中期経営計画の中では、事業戦略、財務戦略、サステナビリティ戦略の重点三戦略を掲げておりました。この主な取り組み、紙機の進捗についてご説明させていただきます。 資本生産性の向上につきましては、事業ポートフォリオ最適化の具体的な検討を推進しております。特にグローバル生産拠点の最適化の検討を進めまして、特に PBR 改善に向けた取り組みを加速させていく予定でございます。また、アルミホイール事業については、強化を目指しておりまして、各生産拠点、日本、 対中国、技術提携先含めたグローバルな生産拠点での技術統合、またブリッジ生産について進めてまいります。また収益力の強化につきましては、販売価格の適正化による利益の向上に努めてまいります。上期の実績でございますが、前年同期対比で48億円の増益の影響を得ております。 原材料に関しては順調に進捗しておりますこれからは副資材エネルギーに加えまして上昇が見込まれます輸送費・労務費に関しても引き続き取り組んでいく所存でございますまた収益強化としまして物流課題2024年問題への取り組みとしましてプロジェクトチームを発足 また物流管理システムの導入検討等を推進しておりますまた鉄鋼セグメントでございますが当社の電気炉の設備的特徴を活かしアンカスクラップの活用を拡大してまいりますまたトレーラーハウス向けホイールを開発するなど社会ニーズを捉えた新たな製品の販売を拡大していく 予定してございますまた固有技術の進化でございますけれどもホイールで発電することができる新技術トピーグリーンホイールテクノロジーを開発いたしましたまた電気炉で製造された鋼材を使用した環境対応型のスティールホイールを開発いたしましてジャパンモビリティショー2023で初披露してございます。 また、キャッシュフローの改善を進めておりまして、売上債権の回収期間の短縮、棚卸し資産の管理強化を推進しております。パートナーシップ構築宣言にのっとり、手形の支払いサイトを短縮いたしましたが、全体としてはフリーキャッシュフローの改善を達成してございます。 続きまして、当社の資金のトピックスについて、えー、紹介させていただきます。まあ、先ほども触れましたが、ジャパン・モビリティ賞2023に出展してございます。まあ、新技術でございます、トピー・グリーンホイール・テクノロジーにつきましては、かなりたくさんの皆さんにご覧いただくことができてございます。また、グループのトピックスになりますが、 明リサイクルセンターにおきましては JR 東海のアルミリサイクルに貢献したということで感謝状を受領しております。またトピー海運の東新丸が特に省エネルギー省 CO2 排出性能が極めて高いということで国土交通省の内向線の省エネルギー格付け制度で最高評価を獲得してございます。 また当社の TA コイルが国土交通省の新技術情報提供システム NETIS へ登録されました。また左下でございますけれども ESG に関する取り組みを評価するフィッツェ・ラッセルの2023年の ESG レーティングにおきまして過去最高の3.0を獲得しております。右上に行きまして 10月末に統合報告書トピーレポート2023を発行しております。ぜひともウェブサイトからご覧いただければと思っております。また、個人投資家向けの IR フェアに初出展しております。これからは参考資料になりますので、参考にしていただければと思います。 本日の私の説明はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。